街にガオ、夜のハイウェイにガオ、タタタンと弾が来る、タタタタタンと弾が来る、ビューンと飛んでく鉄人28号、正義の味方叩き潰せ悪魔の手先、敵に渡すな大事なリモコン、鉄人鉄人早く行け、ビューンと飛んでく鉄人28号、グリコグリコグリコ。皆さん、鉄人28号の時間です。正しい鉄人の力で悪い鉄人軍は撃退した。だが敵はまた新たな作戦で挑戦しかけてきたのです。というのは、突如鉄人が何者かの手に操られて飛び出してしまったのです。さて、その姿なき敵の正体は、負けるな鉄人、頑張れ翔太郎。翔太郎君は、もう鉄人が一人で動くはずがないじゃない。いやー、大変だ大変だ大変だ。なんだ、分かってるぞ。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。何だろう。いや、翔太郎君待ってたぞ。あ、所長さん。そう、ラリーだ。早くなんとかできんかいな。はい。鉄人、どうして暴れるんだ。鉄人。なんとかせんとな。撃ち落としてください。そんなバカな翔太郎君。やむを得ません。落ちました落ちました。何、どこじゃいな。マルメラ大使館です。ことになったぞ。どうしましょう。ハリスマラ、ハクラマウノマラディガ、ハリスマ、ハリオンプナハ、ヤバニッサ、ハルクラスマ、エイハウノマラディガ、シラモトレワレウ、ハリスウェイ、オカレラマラ、ハイエルス、オカレラマハヘドラハマ、ハマクラスマ、ヘキ、ハラスアラサ、ハリオ、ハリ。結局どうしろと言われるんですか。鉄人28号危ない、すぐ壊しなさい。なんですって。それも丸目な国大使館に脅す悪い企み、何で許せません。いやいやいや、カタン大使、それは全く誤解です。あくまでも機械の故障事故でありましてですな。うん、きっと原因は別にあります。
でも今は敷島博士が日本にいないんで、その原因がわからないんです。ですからどうか。そうそう、せめて博士の帰られるまで待ってくださいよ。あなたの納得のいくお返事ができるはずですからね。では、所長の責任において鉄人を監禁できますか。ええー、もちろんですとも。もし鉄人がまた悪いことしたら、鉄人必ず壊してください。でないと丸目らと日本戦争になります。確かですね。お約束します。悪いことしてないのに。まあまあ翔太郎君、我慢したまえ。敷島博士がヨーロッパから帰られたらすぐ分かることじゃな。我慢我慢。ああ、早く帰ってきてほしいな。わしとても同じ思いじゃよ。あれが鉄人を作った敷島だよ。物騒なものを作ったもんだ。鉄人なんて早く壊したらいいんだ。代わりはいくらでもある。大して役に立たないもんならない方がマシさな。翔太郎君たちもさぞ肩身の狭い思いをしてることだろうな。お発明したスピトニックはあらゆる電波音波を乱し自分のものにできます。東京タワーにこれがあることは誰も知りません。私とあなただけ。さて、いよいよ鉄人をバラしますかな。いやいや、もっと鉄人を利用しましょう。そうすれば日本の国丸メラの言うこと何でも聞きます。あなたはよほど鉄人が憎いんですね。その通り。このズールは徹底的にやる男です。お金のために。いや、マルメラ国のために。悪いニュースです。敷島博士が奇跡的に救助されました。早く鉄人のところへ帰ろう。そして原因を究明するんだ。はい。そうだそうだ。大使に言い訳ができんわい。弱ったぞ弱ったぞ。あれ弱ったぞ。翔太郎君、我々が悪者になるんだ。何ですって。我々二人がいなくなれば所長さんの言い訳が立つ。このまま姿を消して鉄人を探すんだよ。だけど鉄人はどこにいるんです。いや、あんな大きなものをいつまでも隠しておくことはできないはずだ。必ず出てくる。はい、わかりました。
東京中が混戦する。見物だぞ。あのスパークは船の時にも見た。鉄人が暴れ出した時もそうです。これで分かった。みんな強力なスプトニックのせいだ。それは第二次大戦でスパイが使った電波妨害の。そうだよ、ズール博士が発明したんだ。ズール博士ですって？うん、あのズール博士しか考えられない。畜生、鉄人を利用するなんて卑怯だぞ。鉄人、帰ってこい。翔太郎君、どこに行くかよく見ておきたまえ。あ、東京タワーだ。今タワーでスパークが。なんだって？見間違いかもしれんな。鉄人は一体どこに行ったんでしょう。海か。鉄人待ってくれ。日本のために捕まってくれ。お願いだよ、お願いじゃ鉄人。逃がすもんか。したのはカタンだけか、うん、そもそも丸メラ大使館に鉄人が落ちただけなんですからね。翔太郎君、カタン大使の動きを最大漏らさず探ってほしい。
何か手がかりがあるかもしれない。しっかり頼むよ。はい。僕は東京タワー行ってみる。わかりました。早速やってみましょう。それじゃ急いで大塚署長に連絡をしよう。あなたは嘘つき。なぜお金持ってこないのですか。代わりのものはまだ来た。宝石ですか。違う、これだ。マルメラ国はもうズール博士を必要としなくなった。これ以上やるとかえって危ない。カタン大使、あなたも大使館には帰れませんぞ。なぜか。あれを見なさい。どうよ。あなたは随分と恨まれているからな。ズール博士、助けてくれ。私死にたくない。みんなマルメラ国のために死んだことよ。私も悪いのと違うよ。お金次第です。ズール博士、お金ならばいくらでも出す。いくらでも。そう。カタン、出てこい。逃げられやしないぞ。私は敷島だ。ズール博士、科学者同士として話し合おうじゃないか。話し合う必要はなんかない。わしにはスピトニックがある。わしは誰にも負けないのだ。しかしズール博士、私の合図でそこにロケット弾を撃ち込むことができるんだ。いいか、無駄な抵抗はやめなさい。まあ見ていたまえ。今鉄人を呼んであげる。あなたの作った鉄人をな。逃げても足手まといになるだけだからな。金をやる。いくらでも金をやるから頼む。連れ立ってくれ。プリーズね。よし、助けてやろう。よいしょ。おかしいぞ、鉄人が来るって。
きっと機械が壊されたに違いない。翔太郎君、急いで下へ降りて操縦機を操作したまえ。早くするんだ。はい。お、誰もいない。そうか、逃げたな。お、こんなところに。おい、あんなところに逃げていくぞ。こうなったらもう袋のネズミ同然だ。それ。お、翔太郎君か。所長さん、鉄人の操縦機は、どこですか。うん、パトカーの中じゃよ。はい。私こそ幸福不祥よ。おい、これから先はもう行けないではないか。まあ見ていろ、このズール博士にはもうダメだということはないのだ。もう大丈夫です。あれ以上は逃げられませんよ。おい、警官隊が登ってきたぞ。早く何とかしろよ。来たか、よし。青ヘリコプターか。そうよ、わしの発明した携帯用ヘリコプターだ。いいか、わしの足にしっかり捕まっていろよ。申し訳ない。首相はあんなものを持っていたのか。よし、こうなったら撃ち落としてくれるわ。よー、所長さん、心配しなくても大丈夫。鉄人に任せといてください。うん、そうだったな。鉄人頼むぞ。私が奴らを踏んじまってやるんじゃよ。もうどこへも逃げられやしませんよ。それより鉄人があの二人には随分いじめられたから、敵討ちをさせてやりましょう。見ててください。何、鉄人に敵討ち。鉄人救戦会始め。もうやめてくれ。
ン。行方不明になった探検隊を訪ねて翔太郎たち一行はニューギニアの奥地へ派遣されました。2階の奥地に住む凶悪な原住民や秘境の金鉱を採掘する国籍不明の一団など翔太郎たちの行く手には次々と危険が待ち受けています。果たしてこれらの危機をどのように切り抜けていくのでしょうか。来週は巨人アタック3号をお送りします。ぜひご期待ください。